ビーズレーシング基本の編み方モチーフ A。 ビーズレーシングとはテグスと針でモチーフを作るビーズレース編みという新しい技法です。モチーフ一つだけで耳飾りに、モチーフを編みつなぐとアクセサリーやドイリーに、小さなモチーフを隙間時間に作りながら何に仕立てるかを考える、そんなマイペースな手芸を始めてみませんか。まずは基本の7つのモチーフのうちの1つから始めましょう。今日はビーズレーシングセットを使って材料と作り方を紹介します。セットには説明書と針とテグス、それから5種類のビーズが入っています。ビーズの上にはそれぞれのビーズの形と名前が書かれています。それぞれの表示は省略した名前です。使うビーズだけ出して、それ以外はそのままにしておくとビーズが分かりやすいですよ。まずは作り始めのテグスを準備します。材料は針とテグス、道具は物差しとハサミです。テグスをほどくときにはがきなどの厚紙があると便利です。テグスを70センチの長さに切ります。テグスを結んで輪を作り、端を2ミリくらいに切ってからライターで炙って丸めます。ライターを使用するときは火傷をしないよう十分に注意してください。引き締めると端に輪ができます。反対側の端は針にテグスを通してから炙ります。そうすると針から抜けにくくなるので製作中にストレスフリーです。テグスの準備ができました。モチーフ A を作ります。1段目は丸特徴ビーズを6個通します。テグスの輪に通し引き締めます。2段目は丸特徴ビーズを1段目の間に1個ずつ通して入れます。3段目はスレンダービューグルビーズ6ミリと丸特徴ビーズを通して編みます。
もう一度スレンダービューグルビーズに通して引き締めます。続けて丸特賞ビーズ11個とスレンダービューグルビーズ1個を通して引き締めます。もう一度丸特賞ビーズ11個とスレンダービューグルビーズ1個2段目のビーズに通して引き締めましょう。スレンダービューグルビーズ1個と丸特賞ビーズ1個を通して引き締め、1パターン目の出来上がりです。3段目、初めのパターンを繰り返して1周編みます。モチーフをつながず1個のみ使う場合は、玉留めした後に近くのビーズに通してから切ります。モチーフをつなぐときは針からテグスを外して次のモチーフを作ります。次にテグスを通すときはもう一度針に通してライターで少し炙ると抜けにくくなりますよ。モチーフ A の完成です。完成したモチーフを使ってピアスを作ってみましょう。材料は出来上がったモチーフ、金具、ビジュー。道具はプライヤーや先の細いペンチなどを使います。リングを開いてモチーフ、ビジューを通します。リングを元に戻します。隙間がないように閉じるときれいにつながります。ピアスも同様にリングにつなぎます。ピアスの完成です。ビーディングハピネス、ミューキビーズ。